どうも皆さんこんにちは、チャックパスです。本日はですね、JAL がなんとこちらです、フライオンポイント2倍キャンペーンをですね、今回対象路線限定にはなるわけなんですけども発表いたしましたので、本日はねこちらを即答で解説やっていきたいなと思います。ということで、もうね2023年になりまして、航空業界ですね、かなりね元に戻ってきているっていう風になりますんで、まあ個人的にはですね、もうこのフライオンポイント2倍キャンペーンっていうのはもうね来ないと思ってたんですよね。ということなんで、かなりね驚いたわけなんですけども、今回 JAL がですね、対象路線限定にはなりますけども、フライオンポイント2倍キャンペーンね発表いたしましたということで、これはですね、まあ、来年からですね、JAL はですね、これ JGC 取得がですね、今の現行の制度と変わるっていうのがね、新ステータス制度ね、ちょっと前に動画出しましたけども、まあ、変わるっていうことがね、もうすでに発表されておりますので、まあ、今みたいにですね、JGC 取るのはですね、まあ、今年いっぱいで終わるっていう風になりますんで、まあ、それも関係しているのかななんていう風に思うんですけども、ライオンポイント2倍キャンペーンね、今回来ましたので、まあ、2023年ね、現行この制度で JGC 使用ねされる方は、またね JAL のねステータス使用ねされる方はですね、まあ、かなりねいいのではないのかななんていう風に思いますので、気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思います。期間がですね、2023年の2月の20日から2023年4月の11日搭乗分までっていう風になります。で、今回ね、エントリー必須っていう風になっておりまして、エントリー期間が2023年2月の15日から2023年4月の11日までっていう風になっておりますんで、この動画が出てるのはね、2月の15日ということで、もうね、エントリーすることができるようになっておりますので、もしね、利用される方は確実にね、エントリーね、忘れずにしといてください。で、今回のね、対象者は JAL マイレージバンク全会員っていう風になっておりまして、で、対象路線がですね、伊丹空港と関西空港から発着する便がね、対象っていう風になっておりまして、対象路線はね、こんな感じになっております。伊丹空港の方はね、かなりね、対象路線多くなっておりまして、関西空港の方は札幌と東京だけっていう風になっております。で、こちらね、伊丹熊本のうち天草エアラインとのコードシェア便はキャンペーン対象外っていう風になりますんで、こちらはね注意してください。で、対象運賃ですね、ガワッと読み上げちゃいますけども、大人普通運賃、往復割引、障害者割引、JAL ビジネス切符、 e ビジネス特便、株主割引、当日シニア割引、スカイメイト乗り継ぎ割引、特別乗り継ぎ割引っていう風になっております。で、今回のねこのキャンペーンの、注意事項なんですけども、まずね、対象路線が関西空港、伊丹空港発着便限定っていう風になっておりますんで、この点はね注意してください。で、またですね、搭乗区間がかなり短いです。2月の20日から4月の11日までっていう風になっておりますんで、2ヶ月もないぐらいっていう風になっておりますんで、まあおそらくですね、このキャンペーンがもう発表されておりますんで、空席ね、どんどん埋まっていってると思いますので、もしね、この動画を見られて、もう修行ね、されるって決めた方はですね、できるだけね、早くね、予約していただければなと思います。まあ、航空券っていうのはね、どんどん値段上がっていく傾向にもありますんで、空席がなくなると。ひとまずですね、早めに予約ね、していただければなと思います。で、今回のね、対象運賃の中で、先得運賃っていうのは、これだけね、対象外っていう風になっておりますんで、特便はね、OK なんですけども、先得はね、対象外っていう風になりますんで、まあ、一番安い運賃でね、基本的に出るのがね、先得になってくるかななんていう風に思うんですけども、まあ、こちらね、変えたとしても2倍になりませんので、この点はね、注意してください。それでは次にですね、今回ね、フライオンポイントがどんな感じでもらえるのかっていうね、シミュレーションやっていきたいと思うんですけれども、伊丹空港から札幌までですね、普通席の普通運賃で搭乗した場合ですね、フライオンポイントのね、計算方法っていうのを、まあ、公式サイトで調べられるんで、まあ、大体わかってればね、OK っていう風になるわけなんですけども、フライオンポイントっていうのは、フライトマイル×フライオンポイント加算率、国内線の場合2倍っていう風になりますんで、プラス搭乗ボーナスフライオンポイントで、まあ、構成されているっていう風になるんですよね。
ですので、これまでの間はフライトマイルがね、666っていう風になりまして、フライオンポイント換算率は2倍、国内線は2倍になりますんで、こちらが2倍になって、プラス搭乗ボーナスポイントが400ポイントね、もらえるっていう風になりますんで、計算すると1732フライオンポイントがもらえます。これが通常分っていう風になりますね。で、今回フライオンポイント2倍キャンペーンっていう風になっておりますんで、これがね、2倍でもらえるわけなんですけども、JAL の場合はですね、搭乗ボーナスのフライオンポイントね、今回400ポイントね、この路線だとつくわけなんですけども、この部分に関しては2倍にならないっていう風になりますんで、これね、本当に引っ掛けみたいなんですけども、JAL のサイトでね、フライオンポイント計算することができるんですけども、これを合計で出た分をそのまま2倍にしてしまうと、この搭乗ボーナスフライオンポイントも2倍になっちゃうんで、まあ、マイナス400ポイントしなきゃいけないんですよね。ですので、この点はね、本当に注意していただければなと思います。ですので、今回のね、場合だと通常分が1732フライオンポイントね、もらえるわけなんですけども、キャンペーンの2倍分に関しては1332フライオンポイントっていう風になりますんで、伊丹空港から札幌までして普通席の普通運賃で利用した場合は合計3064フライオンポイントがね、もらえるっていった形になるんですよね。まあ、とりあえずですね、この搭乗ボーナスフライオンポイントは2倍にならないっていうことは覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、今回ね、フライオンポイント2倍キャンペーンが来まして、ずっとね、どっかの動画でね、紹介したいなと思ってたんですけども、2023年今年もですね、こちら初回登場で JAL カード会員限定で、フライオンポイントボーナスポイントキャンペーンね、今年も行われてるっていう風になりますんで、まあこちらのキャンペーンね、エントリーが必要っていう風になりますんで、まあエントリーしていただいて、JAL の飛行機ね、マイル積算する便利用していただければ初回でね5000フライオンポイントねもらえるっていう風になりますんで、こちらねこれから JGC 修行される方もそうですけども、確実にねエントリーねしといていただければなと思います。こちらもね概要欄に載せておきますので、この動画見られてですね、エントリーね忘れずにしといていただければなと思います。エントリーして乗っても、乗ってからエントリーしてもね、どちらでも OK っていう風になるわけなんですけども、実質4万5000フライオンポイントでね JGC 修行ね完了できるっていう風になりますんで、こちらもねぜひ忘れずにエントリーねしといていただければなと思います。またね、この初回の5000フライオンポイントに関しては2倍に、ね、なったりいたしませんので、この点もね覚えておいてください。ということで、今回ですね、 JAL がフライオンポイント2倍キャンペーンを対象路線限定でね発表いたしましたので、そこでね動画作らせていただいたわけなんですけども、いやまさかね2023年も行われるとは正直思ってなかったですね。国内線はねもう黒字に転換しておりまして、国際線も 70% とかね言われておりますので、まあ、国際線のコロナ前に戻るのは2025年ぐらいまでかかるっていうね試算が出ているようですけども、まあ、結構ね黒字になってるっていう話を聞いておりますので、もう来ないんじゃないかななんていうふうに思っていたわけなんですけども、今回ね対象路線限定で出ましたっていう風になりますんで、今年 JGC 修行ね検討していただくのもねかなりいいのではないのかなと思います。今回ね JAL がこういったキャンペーンをね開始しましたということで、 ANA もですね追従するかもしれないっていう風になりますんで、まあ、こちらもね非常に楽しみにしております。またね何か出ましたらそこでね動画出したいと思いますので、ぜひねチャンネル登録しといていただければなと思います。ということで、今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。